なんていうか。けど。大丈夫、ノアル。うん、クイーンは？ええ、なんとか。ここ、どこなのかな？メメントス？それとも、パレス？今の情報だけじゃ判断できないわ。ここのことも、カモシダーマンのことも。次に現れたら、できるだけ情報を引き出さないと。何をこそこそしてる。それとも罪を認める気になったか。早速ね。改めて聞くわ。ここはどこ？あなたは何者？貴様、まだ寝ぼけているのか。当たり前のことを言わせるな。ここは私の町、カモシティ。私こそこの町の絶対正義、カモシダーマン。カモシダーマン、囚人学園の元教師、鴨志田卓ではなく？囚人学園？元教師？学校を自分の城だと思い込んで、やりたい放題にしてた。城？またわけのわからないことを。世まい事はそのくらいにしてもらおう。やっぱり、見た目は鴨志田だけど、別人みたいね。そんなことよりもニュースだ。お仕置き賞の内容が決まった。貴様ら二人はヒーローに逆らう悪として処刑されることが決定した。処刑？ああ、悪は裁かれなければならない。この絶対正義、カモシダーマンの手で。納得いかないわ。私たち悪いことなんて何もしていない。正義か悪かは私が決める。それがカモシティの統治者の務め。私が導かなければこの町は乱れ混沌が訪れる。貴様らには聞こえないか？平和を求める人々の声が。あの二人がカモシティの平和を乱す悪？カモシダーマン様がそう言うんだ。間違いないさ。私たちはカモシダーマン様の言うことだけ聞いていればいいのよ。カモシダーマンに逆らう奴は悪だ。みんな言ってる。理解できたかな。私は無力な市民たちを統治するという強者の義務を果たしているだけだ。町の人たちは流されてるだけ。自分の意見を持っていないじゃない。力ある者が全てのルールを決める。逆らうなんてナンセンス。私という絶対正義に成敗されること、光栄に思いなさい。力があるからって物事の善悪を勝手に決める、そんなのおかしい。あなたの思い通りになんてさせない。今だってジョーカーたちが。謝罪の言葉一つすらないとは、反省が足りないようだな。そうだな、大勢の市民の前で土下座すれば許してやらんこともない。誰がそんなこと。強い者に逆らうことがいかに愚かか、統治者に従うことがいかに正しいか、今一度皆に示すいい機会だ。処刑の執行はもう少し待つとしよう。それまで考えなさい。はっはっは。こいつらは私が築き上げた平和を乱す因子だ。はっ。とんだ正義ね。みんなあんなのに従うなんて。
何を抜かす。カモシダーマン様こそみんなの憧れ。貴様らをひっ捕らえたのもカモシダーマン様に憧れる同志だ。それって私たちを最初に襲った。言われてみればあの格好カモシダーマンっぽいけど悪趣味ね。いくら貴様らが抵抗しようと絶対にカモシダーマン様には勝てん。あれがある限りカモシダーマン様は無敵なのだ。あれ、ま、カモシダーマン様が悪とみなした以上貴様らは処罰から逃れられない。何をわめこうと指をくわえて見てるだけだ。あれがある限り無敵ってこと。逆に考えれば弱点があるということね。一体何なのかしら。気をつけろよ。スイッチって押したくなるよな。ん？
こっちだよ。いや、
そうだね。目疲れた。知恵熱でそう。